はい、リハビリテーション科、PT 白木です看護科の山口ですお疲れ様ですお疲れ様ですすみません、本日17時からの院内勉強会なんですがご担当のコースの先生のご都合で急遽お休みになりましたので科の皆様にお伝え願いますでしょうかそうですか、わかりました 本日17時からの院内勉強会が中止になったということですね。伝えます。ご連絡ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、お世話様です。失礼いたします。失礼します。院内の連絡事項などの要件で電話を受けた際には、連絡事項を間違いなく受け取るために、 必ず復唱しましまょう連絡事項はとかく事務的な電話になりがちですが最後に必ずご連絡いただいてありがとうございましたと感謝の言葉と気持ちを伝えましょうはい。 リハビリテーション科 PT しやです。総務課の山口です。お疲れ様です。お疲れ様です。高木主任はいらっしゃいますか高木主任ですね。少々お待ちください。お願いします。高木主任。内線電話だと気を抜いて受話器を手で覆うなどとしがちですが、 意外と相手に聞こえることもあります普段習慣にしていると外線電話がかかってきた際にも同じようにする可能性がありますマナーとして必ず保留ボタンを使うようにしましょう